はい、皆さんどうもこんばんは。神宮ゆうゲームチャンネルです。今回は久しぶりにね、ロストジャッジメントの実況をやっていきたいと思います。マジでね、超絶久しぶりにロストジャッジメントの実況をやるから、少しね、内容を忘れてるかもしれないんだけど、まあその辺はちょっとご容赦してくれよなって感じで、よろしくお願いします。で、今回はね、久しぶりにメインストーリーを進めていこうと思うんだけど、正直前の話あんまり覚えてないんだけど、確かね、そう、沙織さんとね、江原に接触しに行ったんで、その時に事務次官の楠本玲子の息子もね、いじめの被害者に会ってて、桑名が接触してたんじゃないかなってことで、その辺の情報を集めに一旦つくも、99階へね戻るってところから再開していこうと思います。いや、マジで久しぶりすぎてね、ロストジャッジメントの内容あんまり覚えてないんだよな。よ、久しぶりつくも、元気？あ、もうイベント始まっちゃった。はい、おー、杉浦くん元気してた？あ、八神さん、もう帰ってきた。あー、もう相変わらず屋根になるぐらいイケメンだな。うわ、あれ自動再生だ。どこぞで夜までお楽しみかと思ってましたぞ。音声がついてると自動再生だった気がするな。今からここで楽しむつもりだよ。そうそう、楠本玲子のことについてね。楠本玲子のことを調べてほしいんだ。そうなんだよ、彼女が RK の黒幕だったかもしれない。そうなんだよ、また事務次官系が黒幕かもしれないんだよ。つくも、この間見せてくれた前作でも確か事務次官がね、また出してくれる、黒幕だったはず。今回はどういった感じで絡んでくるんだろうな。うわ、めちゃくちゃ金持ってる。1600万持ってる。持ちすぎだろ、八神探偵。もう探偵やめちまえよ。ほら、こちらを見てくだされ、八神氏。綺麗だね、相変わらず。楠本玲子が功労時間になったのは今年に入ってからですね。今年なんだ。前回の事務次官の後釜かな。今も評判はいいみたいだな。その間に何人かいたのかな。彼女を悪く書いた記事は見当たらないようです。そうなんだ、できる女事務次官なんだね。組織のしがらみにとらわれない省内改革、天下り企業にも厳しい目線。おー、いいね、て今時珍しいみたいだね。事務次官って官僚の一番偉い人でしょ。そうそう、一番偉い人だよ。ああ、結構予算もいろんな風に、ね、そんな人が動かせる人物だったはず。過去に息子の復讐をしてたとして、そのことを知っている桑名の口を塞ぎたかった。ああ、そういうことか。そういう事情だったら何かのつてで RK を動かすかも。その可能性はあるよな。何かのつてでというあたりがやや雑ではありませんか。うん、それをこれから調べるんでしょ。ただ RK は桑名さんを探しながら沢先生を。お、嫌なこと思い出させんねよ。沢先生を殺して俺のことも殺そうとした。ほうまな。普通いくらヤバい組織でもそんな簡単に殺しなんてしない。あ、そうだよね。リスクが高すぎる。これもしかしてさ、RK の後ろ盾って政府とかそういう国のなんか警察関係の人がさいたらさ、割とさ捕まらずになんか済むみたいなことを考えてたんだよな。とも言えないね。だからこのね、ネットの記事を見ただけだと楠本玲子はめちゃくちゃいい人な感じがするからな。かもな。黒幕ってのはちょっと考えにくいかもしれない。そう簡単に会えるものなんでしょうか。楠本満は今も意識不明でいるんだったよな。え、病院に押しかけるつもりじゃねえよな。どこかで入院してるならそこを張り込む。これはやめようよ、人の弱みだぞそれ。つけ込みすぎだろ。それありだね。笑うな杉浦くん。おやおや、どうした、何見つけたんだ楠本。なんだよ、クソゼレや。つくもさん、あ、沢先生の殺害犯を手配とあります。え、誰？ニュースでもやってますね。手配された犯人は、嘘でしょ？私立高校の教員、沢陽子さんが自宅マンションで殺害された事件で、神奈川県警は自称便利屋の北方優容疑者を指名しています。マジか、こいつをやられたのか。クワナ、そうそう、クワナだ、クワナ。 RK の相馬でしょ。うわ、これ圧力かかってるわ絶対。いやー、また10年以上前から偽名を使用していたとみられ、警察は沢さんと何らかのトラブルがあったとみて、これ完全になんか黒幕、厚生労働省の事務次官の可能性出てきたぞ。なんで警察は相馬じゃなくて桑名を。これは今どういう状況になってるんだ。本当だよな。まあ、この相馬ってのは、確か誰だっけ、あの俳優、ちょっと名前忘れたんだけど、俳優さんと、桑名は、山本浩二だ。もう全然ごめん、マジで出てこない、最近。桑名さんが防犯カメラに映っていたのなら、そこには RK の連中も同じく映っていたはずですよね。うん、そのはず。ああ、そうだと思う。もっと言えば
俺もどっかしら防犯カメラで撮られてたはずだ。あ、そうだよな。なのに警察は桑名だけを指名手配してる。なんでだろう。よし、聞いてみよう。誰に？あ、鍋さんの出番か。渡辺刑事。そうそう、鍋さん。三ヶ島殺しも担当してる。懐かしいね。お久しぶり、鍋さん。元気？どうも。桑名が沢先生を殺したって。何か証拠でも出たんですか？本当だよな。ただのでっち上げに過ぎないと思ってるんだが。ニュース見たんだろ。そうなんだよ。桑名は現場近くの防犯映像に映ってたし、被害者とは窮地の中、おまけにずっと偽名を使ってた不審者だ。ああ、そういうこと。俺は沢先生が相馬にアイスピック突きつけられてんのを見てます。この口コミは潰されたのか。 RK の足跡もたくさんあった。なのに桑名が犯人ですか？捜査本部はそう言ってる。俺に噛みついたって何も出てこない。捜査本部が県警なのか。何があったんです？警察庁なら警視庁なのか。また上からの圧力ですか？多分そうだろう。だって重要参考人だろうが。それに組織にはナベさんやり方がある。そんなやつじゃなかったろ。ナベさんどうしちまったんだろう。ナベさんだいぶイライラが溜まってるみたいじゃないですか。そういうことか。イラついてんのか。ナベさん、そっちは今どこです？あ、会って話せませんか？あ、そうだよ、そうしよう。同僚に言えない愚痴とかも聞きますよ。確かに聞けるで。ナベさん、お前に会ったとこで話せることは何もねえ。そんなこと言うなよ。あらら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 、柳氏、今電話してた相手の周辺の音を拾わせていただいてました。幸い賑やかだったもので、鍋さんの位置がつかめましたぞ。マジで？え、本当かよ。中華街のメインストリートですね。すごすぎないか、お前。きっと見つけられます。マジで言ってんの？会いに行ったからって話聞いてくれる？なんて考えてるうちに鍋さんはどっか行っちゃうよ。さすがフットワークの矢野探偵事務所。自分の足で情報を集めようだね。見習っとけ、お前らも。ナベさんは中華街のメインストーリーだ。とにかく捕まえて話を聞いてみよう。よし、行くしかね。これこっから降りれる？散歩に連れてくか。いやいや、待って待って、何の話だよ。ちょっと待ってくれ、やめとけね。今それどころじゃないんだよ。ここまだ、あ、もう窓直った。あ、直ってるね。窓はまってるわ、ちゃんと。以前確か誰だっけな、横浜のギャングたちに割られてしまったんだけど、ロード早っ。とりあえずじゃあ久しぶりなんだけど、中華街はここだね。あー、なるほど。じゃあタクシーでちょっと行こうか、一旦。えい、タクシー、中華街までよろしく。中華街エリアですね。ここに行こう。オッケー、出発。やっぱプレステ5版にアップロードしてから本当にロード時間がめちゃくちゃ早い。ほら、もう一瞬だもん。プレステ4版めっちゃ長かったからね、これ。あ、やべ、間違えた。L3 をすぐ連打しちゃう。あの、Apex のやりすぎだわ、これ、完全に。で、ナベさんはどこいるんだ？この人だかりから見つけんの、やべえ。戦闘する相手もいるじゃん。やべえ、こっち来るやん。待ってて、ちょっと待って。ダッシュできない。あは、危ない。おー、イベント始まった。なんだ？お前何やってんの？こんなの。向こうから話しかけてきた。あ、それ、あ、タイガー桜井。そちらは確か、タイガー桜井だ。桜井だよ。あ、そうそう、これは覚えてる。そうでしたね。めっちゃ嫌われてたよな。ナベさん大好き桜井くん。鼻の利く仲間がいるんです。完全にハッキングしてたけどな。でも今回の警察の動きには嫌な匂いを感じてる。そうなんですよ。なんだと？あ、桜井噛みついてきたね。警察が RK を追わないのはなんでです？これやっぱ圧力なんじゃないのか？俺が知らないだけでもう調べ終わったんですか？こんなとこで話せることじゃねえ。おっと、危ない。おい、こら。結構手が早いな。警察が機能しているか怪しいんだ。おとなしく言うことを聞く義理はないよ。その通りだね。これで危ない目にあってもね、困るからな。俺はちょっと便所だ。先に署へ戻ってろ。ナベさん話してくれるんじゃないか。そろそろ小便したい時間のはずだ。わあ、いいやつじゃん。ええ、言われてみればそうですね。目は全然トイレ行きたい顔してないけどな。あ、桜井さん嫉妬してる。ちょっとね、これは嫉妬してるね。ナベさん大好きだから、桜井くん。わ、いい景色だね、横浜。港が見える。港が見える丘公園から。えらくロマンチックなところまで連れてくるんですね。デートかよ。ああ、クソみてえな話をしなきゃなんねんだ。なるほどね。景色くらいは良くなきゃな。
県警は沢先生の件、本気で桑名が犯人だと考えてるんですか。神奈川県警はそうなんじゃないんじゃない。遊び半分で指名手配なんかしねえよ。逮捕状も出てんの。桑名一人だけ。え、裁判所が出してんの。その本名は北方優。ずっと偽名でいた挙句、事件のあった時刻、昔の教え子の殺害現場に来てた。まあそうだね、それは合ってる。それは事実紛れもない事実。俺の目から見ても十分怪しい野郎だね。RK の相馬はどうです。あいつだって周辺の防犯カメラに映ってたはずです。先生のマンションに入ってくとことか。消されたんじゃない。映ってなかったよ。なんでなバカな。いや、言い方が悪かった。現場周辺で RK を捉えた防犯映像は。マジか。なんで。なんですそれ。消されたの。三越芝殺しが起きて以来、警察の上の連中はとにかく政治ってやつにかまけてやがってな。マジか。政治が働いてんのか。を取り調べるか、手柄取り合ってる頃までは俺もまだ理解できた。だが殺人動画が出てからはガタガタだ。今回の沢先生の件についちゃもう訳がわからねえ。鍋さん自体マジで何が起こってるかわからないんだ。事件の真相を隠そうとしてる。隠せるつもりでいる。このご時世にだ。このネット社会の今、何の話です。この時代に警察が組織ぐるみで何か隠してる。やっぱり厚労省か、まず沢先生が厚生労働省関わってんじゃないか。映像だが、報酬後に警察内部の誰かが、マジで RK の連中が警察内部にも敵がいんのかよ。どこにも見つからない。マジすごいな。防犯映像、それはえぐいぞ。ああ、残ってたのは桑名がマンションを出てくる。そんな綺麗なことできんの。お前が映ってた部分も消されてた。マジで。なんで。事件の前後、防犯映像に映ってた。これは桑名を完全に取り押さえるために国家的な圧力をかけてきたんだ。誰ならそんな真似ができる。お前も公安とかか、もしかして。三越場の件、警視庁の公安ぐらいじゃない。そんなことできるのってなかなかないぞ。こいつは最悪のケースだが、危ない橋すぎる。この先事故に遭うぞ。お、マジか。何、殺されるってことか。見つかった。消されるのか。うっかり何かの弾みで。いやー、もう恐ろしすぎる。暴れた。そういう特殊部隊いそうだもんな。死んじゃいましたとかな。どう、まあ後で何でも説明できるっていうか、でっちゃげだ、でっちゃげはできるからな。あんた本気で言ってんのか。鍋さんはそんなことしたくねえはずだよ。何かでかい力にロックオンされてる。だが消されると予想がついても止めようがねえ。そこまで来てるってことか。俺はもう他の事件を追うよ。鍋さん、いいのかよそんなんで。道になりゃわかる。鍋さん、自分の身内がどうしようもなく腐ってたら、こんなんじゃダメだろ。鍋さん、鍋さんも邪悪に使いかけてるぞ。もっとわかりやすい悪党を捕まえて。目が死んでんじゃねえか、鍋さん。ダメだろ、目覚ませや。ふざけんな。本当だよ。ふざけんな、鍋さん。身内以外の悪党にだけ正義面で説教垂れんのか。あんたそれでも刑事かよ。鍋さんも切れちゃうんじゃない、これ。誰に向かって口聞いてんだ、この野郎。やべやべ。え、待って。ちょっと待って。おいおい、警棒はダメだろ、お前、それ。まだ話は終わってねえだろ、鍋さん。鍋さんとバトルすることになったりしないよね。大丈夫。うっかり桑名を殺させたいのは誰なんだ。知ってんのか。お前に何ができ。知ってるの、鍋さん、教えてくれよ。やべ、あ、うわ、これ戦闘になるパターンだ。お前のためにも言ってた。まさかの、俺のため。県警のデカとバトルするとは。手を引くなと言ってほしいね。実は鍋さん、八神のこと好きなんだろ。目覚まさしてやるよ、鍋さん。やべ、体力が半分だ。待ってくれ。さっきザコにやられてやばかったんだ。なんこれ、一発あぶね。おいしょ、あぶね。一発が重いぞ。4分の1ぐらい削られた。警棒はやっぱずるいって。鍋さん、HP3 本あるぞ。とりあえず、どうしよう。一戦で行こう。ちょっとやめてください。死んじゃうよ。危ねえ、危ねえ、待って待って待って、危ねえ。ほっほっ、すごい、なんか強くない。危ねえ、危ねえ、ほら、危ねえ、危ねえ、よし、やばいやばいやばい、つけて、誰か通報してください。これちょっと刑事ですよ。
現役のギデカがやばい、うわ、いった、あ、なになに、そんなのあった、うわぁ、そんなコマンド入力聞いてませんけど、ふざけんなよ、あぶねえ、こっからだ、これは。よし、とりあえず成功した。こっからがまた強くなるからだ。あぶねえ、これは避けなきゃいけない、絶対避けなきゃいけない、やばい、あぶねえ、強いよ、マジで強い、ちょっとひるみすぎだから、うわ、あぶねえ、やばい、やばい、よいしょ、リーが避けられるようになった、やばい、これ、これ、これ、絶妙だろ、あんな勝てねえだろ、もう何回目だよ、これやっと成功したの、こっからだぞ、こっからが本番だからな、よっしゃ、食らっとけ、俺ら。ナメさんのこの、こっからが攻撃力がマジで上がるから、一回回復しとこう。これは避けろ、これは避けろ。これ一撃当たったら死ぬ。やばい、やばい、これはやばい。やばい、もう、ね、一発一発が重いんだって。危ない、もう無言になっちゃう、やばい、助けて、見切りが大事だ、やばい、やばい、ほら、やばいよ、待って危ない、危ない、いや絶対食らったら死んでた、今危ねえ、よし、やばい、これはやばいのでは、危ねえ、よっ、もう、あんまりヒートアクションが出せない。よっ、止めてきた、これは決まった、一発目だ、これまだヒートアクション。死ねえ、ナベさん。これ、やっと勝った。うわ、マジで疲れた、これ。イージーに何回変えようと思ったことか。あ、ピクピク痙攣しとる。マジで強かった、俺も一回マジで大パンしそうになった、本当に。目覚めたか、ナベさん。こっち、お前に何回も倒されてんだぞ、海に投げられ。ほんの寒い12月に鍵閉めてたドアを破られて自宅に押し入られました。そこへ入ってったのが RK の相馬です。わあ、懐かしいって言っちゃいけないけど、これは今見てもえぐいぞ。俺が彼女を見つけた時、開きっぱなしの目には涙が溜まっていました。いや、怖かったと思うぞ。なのに警察は相馬を追わずに桑名を追ってる。許せねえよな、八神探偵としては。違う犯人だと分かってるのに、どうしようもないことだという。そうかもしれねえけどさ、彼女に代わって声を上げ続けます。それを止めに来るやつが真犯人とその黒幕だ。ナベさんも若い時はそういう思いのまま刑事になったんじゃなかったのかよ。ナベさん、ナベさん、なるほど、お、そうかも、目覚めたか。でももしその黒幕に心当たりがあんなら、それはちょっと教えてほしい。聞いておきたいんですけどね、鍋さん。心当たりあるんだろ。警察の中に誰か。俺は怪しいと思ってるのは公安だと思ってる。正直。どうなんだ、鍋さん。沢先生の件を調べ始めるとすぐ県警の上から犯人はこいつだと資料が降りてきた。なるほど。そうだったのか。それはお前が名指しした相馬の資料じゃなかった。通称便利屋の桑名。この資料を渡してきた決定したやつが黒幕だろ。誰だ。おかしいよな。事件直後、現場にいる俺らよりも先に、俺はそう、さんたちが犯人を分かっちまってんだから。どうやって分かんねえ。超能力者か、お前ら。本当に。その喜多方の情報は誰から、どこからだ。俺は知らない。やっぱり公安筋の情報とだけ説明が、公安がかかってやがったよ。こういうことできんの、公安がだね、大体黒幕だから。
警察の公安は要するに日本のスパイ組織、まあ、FBI みたいな感じだよな。外国の工作員や暴力団、政治団体とかを監視する。その目的は犯罪者の、逮捕というより治安維持のための情報収集、内情分析だ。沢先生の件をなんで公安が？公安が絡んでるってことじゃないか。カムロ町の半グレ、RK の犯罪者ネットワークらしい。ほう。東上会ってヤクザが解散して。あ、そうだったね。龍が如くセブンで解散したんだよ。潜ってるだろう。で、公安としちゃそいつらの動向を把握するには、RK を捕まえるより泳がせて監視し続ける方がいい。ほう。どうせ悪党なんて、いくら捕まえたってすぐ次のが出てくるんだからな。まあそれはそうだな。RK を潰したくないってこと。工場会の代わりにしたいってことか。だから沢先生の事件に目をつぶるっていうのか。もしたった一件の殺しで RK を一網打尽にしたら、なるほど、また新しい情報源を見つけなきゃならんからな。あくまで公安の立場で言えば。去った公安だよ。だから去ったみかんぜ。大ピラにそう言ってるわけじゃねえ。公安によると沢先生を殺したのが RK でないことは確かだ。完全にこれ公安と RK つながってるだろ。なんだよそれ。その根拠はないんだよ。それがおまけにないのにそんなことやって通るの。警視庁に問い合わせたが何の記録も出てこねえ。圧力ってのは怖いな。写真の一枚さえもな。マジかよ。つまりどういうこと。相馬和樹って男は、え、そうなの？記録上存在しないってことだ。戸籍も何もかもないって、そういうことか。誰かに隠蔽されたもんか。いや、隠蔽されたしか考えらんなくないか。桑名の資料をすぐに一式揃えて送りつけてきやがった。あ、そしてそいつが沢先生を殺した星だと上に号令をかけさせた。そんな理屈が通るのかよ。通らねえだろ普通は。RK の身代わりだ。公安は沢先生の件をそれで幕引きにしたい。となるとあとは桑名さえ黙っててくれりゃ帳尻を合わせられる。桑名が黙ってる。あ、そういうことか。桑名が事故に遭って殺す口を塞ぐってことか。臭いもんは全部水に流しちゃ、腐った組織だな警察。蓋を閉める必要もなくなる。さあ先生、殺害を全部桑名のせいにするのはさすがの公安でも難しいはずだ。でも桑野を決して死人に口なしとすれば、むにすることはできないだ。ごめんなさい、漢字が読めませんでした。公安って具体的には誰なんだろうね。公安の、でもこれも偉い人じゃないとできないんじゃない。あいにくそこまで知らせてもらっちゃいない。俺はお前が考えているより、なべさん、俺結構いい人だと、上だと思って、できるデカだと思ってたのに下っ端かよ。はい、渡辺。え、偉人町でか。偉人町でか。は、そうか、分かった。どういうこと。また何かあったら電話してくれ。桑名が現れた。あ、マジで。偉人町でさっき。え、本当に。目撃情報ありだ。あいつがこっちに戻ってきてる。まだ裏は取れてねえかな。誰からの情報。副特徴コミジルって連中がいるコリアンタウンだ。うわ懐かしいな。警察が向かってる。龍が如くセブンでソンジュとかが住んでたとこだな。って意味だ。確か人王派の生き残りとかをかくまったりしてたやつらだった気がするな。そこにクワナがいたって。半純義の影武者とかが仲間になるんだよね。俺から聞いたって。誰にも言わない。言わないよ鍋さん。そんなに暇じゃないよ。暇ではない。このままだとクワナは事故に遭う可能性があるんだ。そういうもだから、事故にはさ、させたくねえんだよ。教えてくれた。あいつに会えたら言ってやれ。お前を狙ってんのは天下の公安だってな。公安を敵に回すってなかなかやばいぞ。でなんかすごいことできるらしいよ。普通になんかね、携帯とかのなんだろう、通話内容を盗聴したりできるんでしょ、公安って。特殊な装置で。いやー、すごかったら。それにしてもさ、鍋さんが強すぎてビビった。マジでこの海にさ、12月さ、まあ、矢神だっても服装さ、T シャツにジャケット1枚っておかしい格好してんだけどさ、この真冬の12月にこんなとこに投げ込まれたら死ぬわ、そりゃ確かに。ワンパンマンだったら。どうしようかな。今回は久しぶりだったし、ちょっとね、大声出して、俺も結構体力
消耗しちゃったけど、現在進行できません。これもコミジェルのアジトでクワナを探すまでは進めないってことか。どうしようかな。じゃあもうちょっと進めていこうか。ちなみにコミジェルがあるのはここか。これ歩いていかなきゃいけないのかな、もしかして。タクシー使えない系かな。もうちょっとさ、進めてみようか。俺結構ね、今なんだろう、動画尺的には結構な時間だと思ってんだけど、割と鍋参戦でね、時間使ったからな。今タクシー乗れるのかな。結構行き止まりに封鎖されてなかったかな。あ、乗れるね。あ、行けるわ行けるわ。とりあえずじゃあ近くまで行っちゃおう。わ、なんか誰かから電話だ。誰？はい、矢上でーす。矢上氏、つくもです。マジでつくものの、その情報をどうやって突き止めた？ああ、コミジュルだろってね。今向かってるところだよ。おお、さすがボイスがあるのに喋っちゃった。そういうわけで、すでに警察がコミジュル一帯を封鎖し始めています。マジか。マジかよ、すげえな。包囲してから徐々に網を狭めて、相当力入れてるじゃん、警察。矢上氏、どうされます？そいつを手配してるのは公安らしい。あ、ナベさんからさっき手に入れた情報ですね。クワナが捕まったら何か事故が起きる。事故？とにかく警察より先にクワナを見つけたい。まあ公安がクワナを殺すつもりってことだよね。わかりました。では矢上氏はそのままコミジュルに向かってくだされ。かしこまり。僕は周辺の状況を確認してみます。頼むぜ。あ、杉浦君も来てくれんの？それは心強い。わかった、よろしく。よし、じゃあコミジュル。うわ、結構人だかりできてんじゃん。これどうやって潜入するの？もう結構封鎖されてんじゃん。うわ、すげえ。これもう誰も目撃者出さないようにするんじゃない？うわ、なかなかやってんなこれ。結構こちらつくもです。矢上氏どうぞ。いや、もうなかなかですよ。ああ、多分コミジュルの前に着いた。ええこちらドローンから見ておりますと。ドローン飛ばしての警察お前ちゃんとさ許可取ってる？大丈夫？入れるルートはあるのかな？ご安心を。侵入ルートの調べはついてます。あ、マジで。さすが、できる男は違うね。よし。わあ、スティール開始されちゃったよ。で、どうすればいい？バリケードの手前、白い車が止まっているのが見えますかな？あるよ。あれか。車の脇にかろうじて人が通れる隙間があります。バレないこれ。ここから中に入れますと絶対バレるだろかもしれませんが、矢上氏の身のこなしをもってすれば問題ありません。大丈夫かな。これ絶対無理だと思うんだけど。さすがに人目が気になるな。演奏した方がいいかな。それについてはお任せを。どうするつもり？いたぞ、こっちだ。なになに？え、なんだ。よし、今がチャンス。え、これさ、どっからボイス出したのみんなアホみたいにあっち向いてるけど大丈夫？こんなことある？じゃあこっから侵入してくこれバレるだろ普通に考えて。なんか、お、金の皿ゲットした。待って、絶対絶命都市4がプレイできるようになりました。バレるよ。嘘だろ、無能すぎだろ。とりあえずここまで来たけど、こっからどうすんだ。え、どうやって行くの？煙玉投げていいの？どうやって投げんの？わ、あ、これか。コインを投げて、そろりそろり、今のうちにこっちか。これはなんでバレないの警察無能すぎだ。やばい、ちょっと邪魔だよ。ガードレール、警察がいるのに堂々とこんな入って大丈夫ですか。さて次は、あ、こいつか。これ投げていいの？これボールを投げる。これもう執行妨害です完全に。これ、お、ああ、ここはどうすりゃいいんだ。つくも、こ
ここからどこに行けばいい。こっから先はどうやって行くんだ。工場のフェンスに囲まれた奥がコミジルのようで。あそこから入んの。ドアが1箇所設置されているのでそこから中に入る。どうやって入んだよこれ、教えてくれよ。無理だろ。俺もボール使っちゃうとさ、とりあえずコインにしとこう。なんだろう。コインに気を取られる無能な警察官。よし、はい、お疲れっす。バカすぎるこの警察。治安チェック80かなんかか。これどうすん、ボール投げんのか。これもえなんだ、見るってなってる。なんかある。あ、ドローンだ。もうどうすんだ。応援頼めるか。頼むぞ。お任せくだされ。人払いしてくれ、警察払い。来たぞこっちだ。びっくりともしね。いやダメだろこれじゃ。あ、行っちゃった。バカすぎる。なんでこんな頭悪いんだよ。そういうことかじゃねえんだよ。ただ単に警察がバカすぎる、この世界の。潜入楽勝。楽すぎだろ。早く入れよ、バレるだろ。ふう、警察に見つかずに済んだら奇跡的にな。マジで奇跡的すぎだろ。こんなの普通見つかるから。これがコミジル。この建物のどっかにクアナがいるはずだ。引き続きナビを頼む。ナビを頼む。それとクアナを見つけたらすぐに教えてくれ。そうだ、先にドローンで見つけてくれ。あ、おかしいな。電波が、もしもし、もしかして何かトラブったかな。無線が使えないみたいな。ここ電波が通らない場所なのかな。とりあえず中に入れる場所を探すしかないか。はい、ということで今回はこの辺にしとこうかな。結構久しぶりにやったけど楽しいね。でも今セーブができないみたいなんだけど。どうしよう。なんでセーブできないんだよこれ。まあ、今回はこの辺で終わりにして、次回はこのコミジュルの潜入からやっていこうかなと思います。じゃあ皆さんね、よかったらチャンネル登録と高評価してもらえると嬉しいです。長々とね、ご視聴いただきありがとうございました。次回はまたこのコミジュルのアジュルクワナを探すところから再開していこうと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。